駅の配置キロリットルセントラル駅は、マレーシアのクアラルンプールにある、マレーシア鉄道公社、ラピドキロリットルエクスプレスレールリンクの駅。クアラルンプールの交通の中心的な駅。複数の路線が乗り入れており、東南アジア最大級の交通結節点となっている。2001年、市街地南部の広大な再開発地区に建設された。これにより、クアラルンプール駅は、 中央駅としての役割を譲ることになった。クアラルンプール国際空港への直通鉄道の発着駅であり、IATA コード X ケールが割り当てられている。マレーシア航空、キャセイパシフィック航空、マリンドエアのチェックインカウンターがある。また、マレーシア入国客に対して、当駅で荷物受け取り、税関審査を受けられるサービスも計画されていたが、 保安上の観点から実施には至っていない。駅舎はマレーシア鉄道公社、R ラピドキロリットルクラナジャヤ線の合同の駅舎と、キロリットルモノレールの駅舎で分かれている。クアラルンプール国際空港と同じく、黒川機礎が設計を担当。駅構内の案内板には、マレー語、英語の他日本語も表示されている。コンコースは2階と3階にあり、 KTM ウエストコースト線は3階、それ以外の路線は2階に改札口がある。プラットホームは、クラナジャヤ線のみ3階にあるため、2階コンコースの上を突き抜ける構造となっている。クラナジャヤ線以外のプラットホームは1階に位置する。各路線のホーム面数、線路数は、KTM インターシティが1面2線 KTM コミューターが2面4線 クラナジャヤ線が2面2線、R が3面4線流しており、合計で8面1 2線ある。駅構内には、複数のコンビニエンスストアや、ファストフードレストラン、カフェ、両外省や ATM、観光案内所などがあるほか、連絡通路やエスカレーターなどで、ショッピングモールや、複数のホテル、オフィスビルと直結している。乗り場乗り場番号は、投資となっていない。 駅北西側のホームから順に、キロリットルモノレールの駅舎のみマレーシア鉄道公社、R ラピドキロリットルクラナジャヤ線の合同の駅舎と、離れており、ニューセントラルと呼ばれる、ショッピングモールの中を経由してたどり着けることができる。長らく駅舎外での地上乗り換えを余儀なくされていたが、ショッピングモールの整備とともに新駅舎が整備され、2014年に、 連絡通路と共に共用が開始された。プラットホームは2面一線構造となっており、乗車ホーム、降車ホームで分離されている。ハーフハイトタイプのホームドアを設置している。乗り場駅周辺のビルキロリットルセントラル周辺の開発エリアは AN のエリアに分けられており、すべての建設は2015年に完了した。ありがとうございます。